皆さんおはようございますあっという間にもうすっごい雨2022年8月の13日衆議院議員の原口一弘です朝のご挨拶 B ですちょっと本当に台風に気をつけてくださいと申し上げておきましたがこれ佐賀もこれ。 こんなに短時間に大雨がとなるとですねちょっと有明海の満潮干潮を見ておきたいと思いますあこ,こにあの雨どい壊れてるんでどんなにすごい雨かお分かりになると思いますさっきまでああの窓を開けて開けてやってたんですけどとてもじゃない 開けられないですねで一人暮らしをしてるとですね、まあ、東京も佐賀も一人暮らしになっちゃったんですけども子供たちが出てってで今一人帰ってきていろいろおばあちゃんの90歳とか祝ってくれてるんですけどちょうちんとか昨日あの妻にコーヒー入れてあげてですね もうあれ苦手でもう本当にこの小さなお椀にご飯をよそってですねやるともう涙が出てもうその一日もう全然だめなんであのもうごめんねって言って心の中でやってるんですけどハッとしましたねあの似てるでしょっていうわけですね。何 似てるんでですよね目がそっくりであの亡くなった妻に垂れ目なんですよね垂れ目っつってはいけませんね少しあの目尻が下がった目なんですね優しい目で男の子なんでそんな顔まじまじ見たことなかったんですけどそっくりなんですよねであの他の 兄弟のことを言ってましたけどもあいつらは肝が据わってるとか腹が据わってるとか言って特に下の子ですね14歳でお母さん亡くしてあの時も受験勉強してましたけど中学校の先生校長先生があの「お嬢さんは大丈夫ですよってそれよりお父さん大丈夫ですか?」って。 言われた言葉を思い出しました。この子はもうその時に腹を決めて。泣きながら生きていくよりも。お母さんに元気な姿を見せようって決意をしたんだなっていうのを今初めてなんていうか、昨日強く思いましたね。私はどうかって言うと、もう毎日のように泣いてて。今でもって。 提灯一つ出せないと泣いて生きていくのも「元気で頑張ってるよ」って見せるって生きていくのも同じ時間ですよね。これは子供たちにならわんといかんなってそして確実にこの子たちの中でも生きてるんだっていうのを強く昨日思いましたね。おやっと雨が 少し小ぶりになりましたでまあ、一人で住んでるっていうのがもう本当に私のみたいなこう寂しがりの弱っちい人間には無理でで特にですね夜朝ごはんを準備しないで寝た時はダメなんですよねもう朝起きてもですね今日何を作ろうかって思う でもほ他のことにずっと頭取られてますから世界のいろんな人たちと話してこの頃はもうムカついて喧嘩することけんっていうか口論することまで増えてきましたね日本をもうボロかすいう人はもうかつてはほとんどなかったですけども今のような情けない状態を日本が好きな人であればあるほど。 何をやっっててるんんだって言いますもんねでそうすると「そこまでひどくない」って言い返してると「お前大丈夫か?」ってまで言われるようになりましたもんね。でそんな時にはもうとにかくこの朝ごはんの準備がない時これも良くないですね。でも逆に今日もさっきご飯が炊けたよっていう音がしましたけども。 ご飯ががあるとと思うとあの心が落ち着きますもんねやっぱり動物なんですよね。ムツゴロウ先生がもう今では飛行機でご一緒することもなくなりましたけども私にあの教えてくださった動物と仲良くなる秘訣あのお話はすごく面白かったですね。 ムツコロ先生はライオンだろうとまあそういう猛獣とも仲良くな,らなれる方でどうやって仲良くなるんですかって聞いたら目がキラッと光ってそこですっていう感じでおっしゃったんですよねで、一緒に食事をすることですとくちゃくちゃっていう音を出すと動物も安心するんですで、そうやって食べる音を出して仮にペロってなめ なめさせてくれたらそれはあのもう友達になれるんですよっていう意味のことをおっしゃってだから、まあ、今コロナでなかなかそれもできませんけどもみんなで会食をすると食事を一緒にするってとっても大事なんですよっていうことをおっしゃってくださってでそうするとライオンにもあの噛まれないで済みますとで今までまあ2回ぐらいあの 間違って噛まれたこともあるけども「あの今度ご一緒しませんか?」っておっしゃってくださったのがもうそれから随分お会いしてないですねお元気でいらっしゃるかなって思いますが、まあ、ご一緒したら3回目になるんじゃないかと思ってえらいこう気を揉んでましたけども、まあ、先生と一緒だったら大丈夫なんでしょうね。 それと同じように食事っていうのはとっても大事ですよね。あのよく夜不眠の私はの分散過眠で夜中に起きて仕事をするタイプなんであの夜中に起きてると「眠れません」っていうメッセージがくるんですね。でそういう方にはあの心理学でいうとサーカディアンリズムっていう、えっと、体内時計。 のことなんですけど、体内時計を整えるっていうやり方にいくつもやり方があるんで、えー、私が教えてもらったものをあの申し上げると、食べる時間を揃えるっていうと、その寝る時間も揃ってくるらしいんですね。で、まあ、こういう朝日の光をしっかり浴びるっていうのもいいよって。 教えててくださった方がおられて、まあ、あの入院中は本当にそのもう一日中横になっておかなきゃいけないというかう動けませんからね横になっておくっていうよりかもう <laughs> 寝返りもできないようなそういう時にですねリズムがやっぱ壊れてくんですよね病院だからその朝昼晩のうわすごいさ。 これワイドにしておきますねさっきから白鷺のが高い空を飛んでってますこうやって空を見上げると飛ばんですねさっきから何羽も何羽も飛んでったんですがあれ佐太郎じゃないですね。佐太郎はここからちょっと東に5 0メートルぐらい行ったところで多分今頃あの土壌かなんか食ってると思いますけども。 食べるっていうことを中心にリズムをこう整えていくっていうのはとっても大事なことだなって思いますうわ雷もうこの雷雷はだけはどうしようもないですねまあでもこうやって植物は 炎天下のにささらこう乾きに苦しむよりこういう雨がもう何よりなんでしょうねあそこにあるのは9位ですね藤棚みたいに昨日あの来られた方がえ金龍の世話人さんたちが代議士の庭に藤棚ば作ってやいよっておっしゃって。 いいただいてただててらしくてどうぞ勝手に作ってください勝手にというかあの東側どうぞそれからコスモスばガンむちゃくちゃに生やすもの、うんのあんもんねと種が落っこったまんまにしてるんですねコスモスっていうのもやっぱり少し間を空けてあげないといけないらしいですね昨日ずいぶんあのよそに移転しようと。 とということで取りましたけどもやっぱり適切な間合いっていうのは大事なんだなって思いますいやーさっきの雨が嘘みたいに上がってきましたね不思議な不思議な雨でした じゃあ本当に皆さんどうぞこんな天気ですよねまだ雷の音がしてますあのどこの情報を得てるかってこの頃、あの故郷放送の解説も申し訳ないけどちょっと聞くに絶えないのが出てきましたね。 あんな解説アメリカやヨーロッパでさえお今飛びましたね俺ご覧になりますかあれ白鷺ですよ聞かないようなだから私怖いなと思うのはこれ戦争中も軍部とマスコミが一緒になってその大本営発表を拡散していくわけですよね 今とどんんな違ううだろうって思います私一回その解説の解説の YouTube やってみようかなって今日思いましたねあまりにもなんていうかなバランスをししてるんですよねあれで解説でお金もらっていいんだったら 誰だってできるんじゃないかってもうあの情報源が分かっちゃうような情報源なんですよあ情報源じゃない解説なんですよね。でそれをでも毎日聞かされてる方とかあの国民の方政治家もそういう人いますもんねあのテレビの耳学問の人が。あの 顔が浮かびまますけど名前言いませんあのえこの人なんでこんなこと言ってるんだろうって思うとテレビで言ってたって言うんですよねやっぱりテレビの影響力が強く出る方っていますもんね。いやーこれ何とかせないかなって思いいますっていうのはもうさすがに多くの,あの国会議員も気付いてますよね。 代理戦争の戦場にされてしまうとどんなことになるかっていうのがわかるはずですであのガザ地区で子どもさん小さい方々が亡くなってますがなんでで避難しないんですかね西側だからですか西側も東側も命に変わりはないですよねあの ロシアがやるとものすごい勢いで非難してちょっとその国名は言いませんけども愛という国がやったら無視ってこれダブルスタンダードっていうわけですよね。でアメリカの中にもこのダブルスタンダードをぶっ壊そうっていう人たちがいっぱい出てきましたね。であのトランプ大統領の前大統領の家に FBI が入って。 機密情報をがあってスパイだったなんていうのが今流れてますけどこれ11月の選挙で逆転したらどんなふうになるんだろうってさっきアメリカの友人があのメッセージをくれてましたけどそのよその国にも介入してですよ情報操作をする人たちが自分の国の その性的にしないわけないだろうって、その人は言うんですね。あの。ケネディ大統領は。諜報機関を作ったことを。に。一定の反省の。言葉を述べておられたっていう。言うんですけど、その人は。私もそう思いますね。その諜報機関が。ないから日本はダメなんだっていう人がい,いますけど。諜報。 暴走すする情報機関とか国家権力ほど恐ろしいいものはないですねだからそういうものをこうチェックする仕組み相互に牽制する仕組み、まあ、それがあ立憲主義であり三権分立なん分立なんですけども必ずしも機能するとばかり限らないですからね今日本はその機能を失った状況の中で。 片っぽの情報ばっかりがあの流されてるっていう危機的な事態なんじゃないかなっていうのを解説を聞きながら思いましたね雨止みました雨止んだっすね雨どいここにツルバラが 寄ってくれるといいんですけどもうやっぱりそういうのちゃんとやらんって感じですね昨日も怒られましたけどその危険でしょうとそうやってあのお金を惜しんで家のメンテナンスをやらんとあなたのお父さんは建築家だったでしょうって言われましたねこういうなんか障子の大事っていうのも科学連中に書いてあった思い出しました。それじゃあ皆さんどうぞ良い一日を 窓を開けてるもんだから手が蚊に刺されて <laughs> じゃあ最後はこのこれですねやっぱりドンファンですね向こうの孝子さんは今国旗で見えないではよい一日をごきげんよう